こんばんは。寒っ。ふーちゃんこんばんは。こんばんは。カタツムリだって。そうだよね、白飛び黒い服着てるから飛んじゃってますね。光やばいね。確かに。今日もボサボサマンですね。めっちゃ可愛い白飛び。白飛びやばいね今日。ちょっと許してください。白飛びから守りたい。目が腫れてる今日。いいじゃん。こんばんは。目がめっちゃ乾燥する今日。なんでやろ。こんばんは。やば、めっちゃ乾燥して痛い。コンタクトがやばい。あ、痛い。めっちゃ目が痛い。目が痛いぜ。ちょっとマシになってきた。前髪が今日終わってますね。今日は収録でした。一日で終わってからなんかいろいろ用事してて、用事したりしてた。朝はそんな言うほど早かったかな。8時半、8時半とかかな。そんな早くない。
あ、目が痛い。なんでこないに痛いんや。痛い。もういいや。晴れておられるわ。コンタクト外す、コンタクト外しに行くのもめんどくさい。こんばんは。神々しいすやろ。今日はそんな感じです。コンタクトつけたまま寝ちゃうことありますよ。ありますあります。カピカピなりますよね。明日はほのたん歌唱力。ほのたんまひちゃん、ありちゃん、あとみきせいちゃんもね、楽しみ。明日じゃない、明日か、あれ明日だ、明日ですね。今日は雰囲気が眠そうね。わかる。おきちゃんの誕生日、そうだよ。おきちゃんの誕生日。ぽが22歳になるのかな。あ、21か。21だった。なんかマイカーの LINE でさっきこのターンがふざけて「おきちゃん誕生日おめでとう」って送ってました。で、おきちゃんが「早いわ」って返しますね。なんか「まだだわ」って今日も騒がしいです。マイカ、そう、今日はねロケで、収録間違えた、収録でなんとマイカ4人揃ってたんですよ、お仕事で。でほのたんとふうとゆみりんとココアの4人がいて、でなんか歌ってたんです。それの動画を送ったら夕日が沈んでたんですよ、時間帯が。で夕日が沈んでたから、夕日が沈む空を見ているかって
歌いながら歩いてる動画を送ったんですよ、ユーミンが撮って。そしたらこれが後輩いじめかってあのおきちゃんとソロハから来ましたそう、4人とドラさんなんですよ、マイカーって。一期4人とドラさん2人なんですけど、これが後輩いじめってやつかってきましたそう、一期マジマンジーってユミリンが送ってましたそうそう、賑やかです今日も。今日も京都でマイカーは賑やかです。マイカーめっちゃ楽しそうで、楽しいですよマイカー。よいしょ、マイカー、そういえばピエンが新語大賞狙う。そう、それあのソラハから LINE 来ました。フーさんやりましたって来たから、ゲスヌって返しましたびっくりです、やばいよね、世も末だよ。そうそうなんですよ。そう、下せぬですね。下せぬ下せぬ。白飛び漫画すごい。いや、下せぬですよ。ピエンゲームとか私、何ですか？それ、初めて聞いた。すごい。さよなら大好きな人、さよ アイドルとして誕生日当日がお仕事って嬉しいことだと思いませんか？うん、嬉しいんじゃない？でもフーは誰かと会えるお仕事の方が嬉しい。なんか誕生日にフー、今年は恋ラジがあったんですけど、恋ラジでお祝いしていただけたり、すごい素敵な仲良しのスタッフさんとかに会えたり、そういう方がやっぱ嬉しさ倍増って感じです。
そうですね。会いたくて会いたくて、星の数の夜を越えて、いつまでもいつまでも目が通っても痛いよ。なんでやねん、なんでやねん、なんでやねん、目が痛いんだよ。どんな時も目が痛すぎるんだよ。なんで、なんでこんなに目が痛いのか。めいちゃんの執事、執事、執事、めいちゃんの執事、かわいいな。目乾燥しやすい、めっちゃ。そう、乾燥しません？そのドラマ見てたって、嘘。めいちゃんの執事？懐かしい。さっさ最高。札幌成人式中止で泣いたって。ね、見た。私も札幌中止なんですよね。そうですよね。ねえ。私も多分地元の方に参加することになりそうな感じですね。多分神田明神は。がないフラグが。立っております。ないっぽいですね。なので私は。どうなるのかって感じです、まだ。でも地元の行けたとしても、もう今から髪の毛の予約とかももうできないので、私服で参加になります。多分悲しい。振り袖多分着れないと思う。もうあれなので、もう予約が多分できないので、なんか神田明神がどうなるかが分かんなくて、ずっと返事が返ってこなかったから、もう予約もできなかったし、着付けの予約できないから、こんなキンキンで。だからね、悲しいんですけど、まあ前撮りしたからいいんですけどね。でも一生に一度の成人式なので、本当は来たかったんですけど、ちょっと悲しいです。なんて日だ。
いや、振り袖はあるんですけど、着付けが誰もできないですね、私の知り合い。前撮りの時のお店も、もう多分予約がいっぱいなので、当日は。そういうのって前々から予約するじゃないですか。そうなんですよ、悲しいですね。そうので、ワインです、私服で。その後新幹線乗って、多分広島戻ってこなきゃいけないし、急ぎというか、もう一瞬しか出れたとしても出れないと思うから、大阪の出れたとしても本当に入れる時間は、滞在時間は超絶短いと思うので。そうなんです。前髪伸びた、そう、前髪伸びたんだよね、結構。切りたいような、ちょっと今でもこんぐらいが好きなんだよ。着付けだけなら俺の娘を派遣してあげたい。嬉しい、派遣してくれ、派遣してくれ。はっけうん、はっけうん、はっけうん。トト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 ト、腹減った、食べんしゃい食べんしゃい、寿司食いね、チチチチチチ、寿司食いね、チチチチチチチ、もう今年があと1ヶ月なのやばい。それなー、やばいですよね。今年やり残したこといっぱいあります。うん、ね、うん、そういえばヨダちゃんインスタ、そう、ヨダさんの写真集のアカウントのやつですよね、フォローしました。嬉しい、嬉しすぎるぜ。さすがだね。そうだよ。密かにブラックサンダー応募してたよね。そうだよ、ブラックサンダー当選者に当たるってやつ。こんばんは。クリスマスはケーキ食べる。どうだろう、クリスマスケーキか、食べたいけどな。ケーキワンホール食べたい。なんか珍しい感じの前髪、そう、最近ちょっとなんかあんまり熱を通さないのにハマってきた。長め。
マンホール夢ですね。コンビニでクリスマスケーキ、お、コンビニのさ、おせちさ、売り切れてた。この間セブンイレブンのおせち売り切れてました。びっくりした。売り切れましたって書いてた。早いねと思って買うの、うん、びっくり。私いつもさ、セブンイレブン行ったらさ、あのセブンのさ、なんかあれに惹かれるんですよね。チキン、ファミリーチキンパックみたいなやつ、ケンタッキーチックなやつにめっちゃ惹かれるんですよね。私もあれしよっかな、クリスマスワンホールチャレンジしよっかな。ケーキワンホールチャレンジ。ちょっと考えとこ、前後の予定見て考えます。そうだよ、お正月実家帰るんですかって。帰るよ。なんかさ、チョコレートケーキのワンホールは絶対無理な気がする。でもモンブランならいける。え、どのサイズ、どのサイズかによりません？2人用とかだと絶対いけますよね。でもさ、こんなさ、なんか家族が食べるやつはちょっとわかんないですけど、いけたらかっこよくないですか？何と戦っているんだっていう気持ちなんですけど。4号は厳しいよって。4号か、4号ってどんぐらいだろう。サイズによるなーってね。サイズによるよね。チョコレートと思うの違う。チョコレートケーキはチョコレートなんだけどモンブランはモンブランなんだよね。そのままだ。2人前はいける。2人前はいけますね。いちごあたり直径3センチ。3センチってこんぐらいですよね。え、あ、嘘かも。1、2、3、こんぐらいか。余裕じゃん。1号2号2号4号ぐらいだったらいけそうじゃない。あ、私タルト生地はきついかも。確かにタルトいっぱい食べれないんですよね。タルトってなんか胃もたれすごい。ね、生クリーム好きだよ。芋タルト、芋タレルト。いいね。ダジャレ。フルーツタルトはあんまり好きじゃない。なんかサンドイッチのフルーツサンドとかもあんま、めっちゃこのまんあんまり、このまんというか好んで食べないですね。
フルーツ苦手というか、なんかフルーツサンドはなんかパンが水に湿ってるのがなんか気持ち悪くてあんまり好き。いちごとかだったら水分出ないからあんまり嫌だなとは思わないけど、なんか他の水分多めのやつはなんかちょっとなんか嫌なんですよねそう、あんまり好きじゃない。そうなんですよ。適材適所ですよね。確かに。クレープなら平気。クレープはバナナが一番好き。バナナクレープとか、なんかフルーツ系よりなんかキャラメルとかそっちの方が好き。うん、かな。アップルパイ？甘酸っぱいってどんな味だっけですか？アップルパイは普通です。うん、クレープ自体あんまり食べないですね。クレープ食べる機会ほとんどないですね。酢豚にパイナップル、酢豚はあんまり食べないから分からんな確かに酢豚って入ってるのか。そっか、確かし。ブラックサンダーの大食いなら何個いける？いっぱいいける。20は絶対いける。 Oh my just wanna make you happy almost。 20はいけますね。こんばんワッフル、こんばんワッフル。この前ブラックサンダーで歯が欠けたやばいね、それはやばいじゃん。歯が弱いのかな、ブラックサンダーが強いのかな。いや、きっと歯が弱いよ配信終わったらインスタあげるのかな。今日はあげなーい。なぜなら写真がなーい今日はちょっとあげる写真がないのであげないよ。そう、映えるのがないんですよ、私のカメラロールに今。今自撮りすれば。違うんですよ、そうじゃないんですよ。それは違う話になってくるんです、また。でもなんか絶対毎日載せるとか思ってたら私絶対に続かないので。
基本マニュアルだね。そう、私多分 SNS 下手だなと思う。でも本当、SNS って怖くないですか？でも Twitter とか、なんか自分の全てがバレる気がする。なんか言葉の言い方とか、なんか拡散とかの怖さは、あれ、わかん、なんか怖いと思うけど、普通になんか性格というか、この人はこういう人なんだなって、なんか言葉の文章の打ち方とか言い回しとかでなんか変わるじゃないですか。そういうのってなんか怖いなと思う。なんか文字だけで伝えるのって。なんか自分の思ってることをさ、文字だけで伝えようと思ったらさ、2割も伝わってない気がする。2、3割しか伝わってない気がする。そう、打つ前にめっちゃ考えて、下書きめっちゃあります。フリート扱い方気をつけんといけん感じする。フリートはほぼ使ってないな。そう、戻ってきたよ。なんか伝えるって難しいよね。思ってること。難しいなって思いますね。20歳になって考えることが、あ、でもこれは結構もう10、ST 入ってからずっと思ってる。こういうの考えるのが多いから、結構ね、そうなんですよ。そんな感じ。どんな感じや。今日はたくさん漫画を読みました。今日は文豪ストレイドッグスっていう漫画をずっと読んでたんですよ。ずっとね、読もう読もうと思ってやっと読み始めて読みました。なんか著名人に詳しくなった気がする。メイクさんも読んでて、でなんか「アニメめっちゃいいよ」って言われました。アニメ
めっちゃ絵綺麗だよって言われて、でもちょっとなんか中二病チックというかな感じですね。そう、そうそうそう、芥川龍之介。うん、女子向けアニメ、わかる、女子向けアニメって感じする、わかる、まずめっちゃわかる、かっこいいってなる系多分。芥川龍之介かっこいい、太宰治かっこいいってなる感じのやつですね多分。ふーちゃんキュンキュン漫画見ないって。見ますけど、少女漫画はそうだね、めっちゃ詳しくはないですね。そう、私禁断ものが好きなんですよ結構。そう、少女漫画だと BL も読みますよ。キュンキュン読んで足バタバタそうさせてる時もある。でも今はそのティーン、あのターンじゃないんですよ。最近は青年漫画ターンですね、風の中では。ゆり、ゆりはめっちゃ詳しくないけど何個か教えてもらって読んだことはあるって感じです。ゆり系もいいですよね、面白いですよね。そうやで、漫画は電子版、最近も電子版ばっかり読んじゃってるな。ナナさん確かに詳しいです。タラダン、何時まで配信するの？45分になったらランキング見ます。じゃあホラー漫画はどう？彼岸島、彼岸島読みましたよ、おもろかった。呪術廻戦読んでも、呪術廻戦最近めっちゃ流行ってるもんね。呪術廻戦は面白かった。ね、主人公が強くて、なんか結構孤独に強くて、孤独に強いというか孤独系で強くて、なんか闇抱えてる系ちょっとが好きなんですよね。でめちゃめちゃ
強いの。で、美形。イタドリではない。そう、黒羊面白かったな。魔法科高校の劣等生はなんか面白かったんですけど、めっちゃハマったわけではないんですよね。うん、なんかね、そうなんですよね。もっとちょっとユニークさが欲しい。そう。眠たくなってきた。今日は。ほら、行って寝よう。日常系今は見てない、あんまり。寝よう。最近本当に携帯がおかしくて、こんばんは。みちは中学生の頃ゴーグルをつけてお風呂に潜ってたらしい。やばー、それはやばいですね。すごい。私お風呂に沈むの好きでした。でもなんか顔だけ出すやつ、冬とか顔のこの面の部分だけ湯船から出して、耳のここまで使って顔だけ浮かせるのが好きだった。そう、やるよね。あ、46。あ、じゃあランキング見ます。あ、ドライブ対戦予想参加した方、ふーちゃんにチアレター送ってもらえた。そうだ、ありがとうございます。めっちゃ今日チアレター見たらめっちゃ増えててびっくりした。皆さんなんかたくさん、多分ドライブ予想参加
したやつで皆さん送ってくださっててありがとうございます。めっちゃ個人チャットとかも返してないんですけど読んでますのでありがとうございますね。そう、もしまだの方はぜひぜひ送ってくださったら嬉しいです。19試合正解、お強い、ぜひぜひ。私のギルドのチャットはなんか顔文字がたくさん使えて楽しいです。なんかモバメで顔文字全然使えなくて、なんかしめじの顔文字使えるんですよね。あれちょっと楽しいですね。モバメにもね送りたいんですけど、モバメだとハテナになるんですよね。そう、なぜか文字化けしちゃって、だからあの音符とかたまに時間使えない。そう、音符っていけるっけな、ギリギリかな、わかんないや。ハートとかねハテナになるんですよ、送れないの。それでは30位平田区、29レコア台湾、28トップ T の王将、27位正しい、26位熊さん、25位カナリア、24位奥行き、23位香港、22位深夜ポチヨシ、21位長谷川、20位リピピ、再販半分しか当たらなくてけどちっちゃい追加したんぬ19位としき、18位デラント、17位まさし、16位ヒロ、今日も一日お疲れ様、15位ナノ、14位森健銀河、寝落ちしてたらごめんなさいでそう、13位がタロス、12位がロングソード、11位がセティン、明日から12月お風に合わずに終わるのかやばいよね。12月、11位がセティン、あれ間違えた10位がドリーモンブランならいけそうなの共感ね、やろうや。9位がシュン、お風の声冬バージョン、うん嬉しい。8位がアキアキアキ、昨日は本当にありがとう、幸せ気分でいっぱい、こちらこそ。7位がドンパンダ、タルトの店福岡にもあるみたい、お、そうなんや、再販追加した、お待ってますね。ピーポーピーポー。6位がムニエル、朗報、ボールボイス佐々木さん大好きだね、見ました、おめでたい、会いたいですね赤ちゃん。5位が監督、12月もよろしくね、よろしくね。4位が石田さんちのカツ、おふーちゃんこの前のお話かありがとう、いやこちらこそ。赤人さんはね、あの卒業ちょっと伸びましたもんね、よかったよかった。最後、かやったん、ありがとうございました。3位、そして2位がブビンさん、ありがとうございました。そして1位が花丸くん、ありがとうございました。はい、ということで皆さん今日もありがとうございました。今から多分 2,3 時間後にお風呂に入りますそれではおやすみなさい、バイバイ。みんないつも見てくれてありがとう。あ、12月もモバイルメールたくさん送るので、よかったら登録してない方はやぶしたの日常を見に来てくださると嬉しいです。いつも見てくれてる方を来月もよろしくお願いします。バイバイ、おやすみ。